ありがとうございます。それでは定例会見を行います。私の方から冒頭一点発言をさせていただきます。本日韓国のユン大統領が来日し、日韓首脳会談が行われるということであります。それに関わって2点ほど述べたいと思います。第1点はですね、未来にわたって日韓の心の通った友好関係を築こうというのならばですね、岸田首相は、歴史問題にどう向き合うかについて自分の言葉で語るべきだということを言いたいと思います。で、この点では1998年の、日韓パートナーシップ共同宣言で植民地支配への痛切な反省と心からのお詫びを表明しているわけでありますが、この共同宣言を踏まえて、岸田首相は自らの肉声で、歴史問題に関する認識を語るべきだということを言いたいと思います。で、やはり日韓関係今後ですね、本当に心の通う友好関係にしっかり築いていく上ではですね、植民地支配への真摯な土台、真摯な反省を土台にしてこそですね、日韓の間に横たわるあらゆる懸案事項、徴用工の問題でも、日本軍慰安婦問題でも、さらには竹島問題でも、あらゆる懸案事項を前向きに解決する道が開かれると、この植民地支配への真摯な反省、これ土台になってこそですね、本当の友情が作られるというのが私たちの考えであります。2つ目の点はですね、徴用工問題についてでありますが、徴用工問題について言えばですね、私は強調したいのは、今回の韓国政府の措置で終わりにしてはならないということを言いたいと思います。で、この問題の本質というのは、植民地支配と結びついた人権侵害というところにあります。ですから、日韓パートナーシップ共同宣言の精神に立って、被害者の名誉と尊厳が回復されるよう、日韓両国政府が引き続き共に努力していくことが大切だと考えます。その際ですね、1965年の日韓請求権協定によって、両国間のですね、国家間の請求権の問題が解決されたとしてもですね、被害者個人の請求権を消滅させることはないということはですね、日韓両国政府並びに両国の最高裁が一致して認めています。ですから、この1点を大切にして、被害者の名誉と尊厳が回復されるまで、日韓の冷静な話し合いを続けることが必要だということを述べておきたいと思います。私の方から以上です。あとはご質問あればお答えいたします。はい、どうぞ。はい、はい、何度も恐縮です。昨日の、国家さんの会見でも聞いたんですけれども、今回の鈴木一さんの処分、昨日国家さんのご説明だとまさに調査中だということだったんですけど、その後、結論等出てますでしょうか。これは対応の過程にあります。はい、はい、どうぞ。今後に関連してなんですけど、処分、今回検討されている最中だと思うんですけれども、検討している理由というのはどういった理由で今回、これは今検討中なので、今述べた以上のことは言えません。かどうでしょうか。はい、どうぞ。共同通信の話です。はい、補選についてお話します。はいはい、山口2区ではですね、野党候補誰も立てていない状況ですが、山口2区の対応状況をもし決まっていましたら教えてください。この際ですね、5つの補選についてまとまって我が党の対応についてお話しさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。まずですね、衆議院千葉5区については、斉藤和子候補、予定候補を確認して擁立しております。ですから斉藤さんで勝ちに行くということで取り組んでおります。ここについては他党からも協力の要請、あるいはお話、
来ておりませんので、それぞれ戦うということになろうかと思います。和歌山1区についてはですね、すでに公認候補国重秀明さん擁立しております。ぜひ国重さんの勝利ということで、こう広く協力ができたらと願っております。山口2区について言いますと、今擁立の準備をしております。これは近く発表できると思っております。山口4区についてはですね、野党が協力していく方向で現地の党組織と対応を相談中です。野党が協力していく方向で戦えるようにと。最後に大分でありますが、これは現地の市民連合あるいは野党間で協力していく方向で調整中ということですので、これもなんとか前に進めようと願っているところです。ですから全体として5つの選挙を戦われるわけでありますけれども、私たちとしてはですね、今回の補選重視して位置づけて市民と野党の共闘を再構築していくという一つの契機になる戦いをぜひやりたいし、勝利を目指していきたいと考えているところです。以上です。はい、山口4区についてはその協力していく方向というのは、いわゆる野党の共闘というような形を意味しているのか、それとも、共産党さんとして出さないこともあり得るという、そこにとどまるのか、どういう対応を。野党が協力していく方向でといった場合に、現在立憲民主党の方が、名乗りを上げているわけですね。それを前提にして、で協力していく方向で、現地の党組織と対応を相談中ということです。それで分かっていただけるのではないかと思います。関連して、はい、さっきの衆議院選、参院選に比べて、この野党連携のですね、手応えというのはどういうのか。私はですね、この野党共闘、さまざまな、21年の総選挙、22年の参議院選挙、力いっぱい我々としては取り組んできましたけれども、やはり野党共闘を恐れる勢力からのいろんな、バッシングもありました。そういう中で難しい状況もあったということも事実なんですけれども、やはりここに来てですね、やはり、岸田政権が、とんでもない大軍拡をやろうとしている、でこのままでいいんだろうかという機運が広がりつつあると思います。そういう中で私は、野党共闘を再構築していく可能性も生まれているんではないかと考えているんです。で、この場でも申してきましたけれども、例えば集団的自衛権行使としての敵基地攻撃には反対するという点では野党の足並み揃うわけですよね。ですから、そういうことも大事にしながら、この共闘の旗をしっかり立てて、国民運動も起こすし、こういう選挙も戦うようにしていきたいと、今の私たちの強い気持ちであります。はい、どうぞ。そしてなんですけど、自民党の世耕参院幹事長が昨日なんですけど、党会合でガーシー議員の除名を決める本会議の前に党会合で我々が目指す憲法改正発議の決の、予行練習のつもりで臨んでもらいたいという趣旨の発言をしたんですけど、これあまりに軽い発言ですね。で、憲法改定というのは日本の国の在り方の根本に関わるわけですよ。その予行演習という言い方をしたというのは、あまりにね、憲法改定について、軽く扱っているとんでもない発言だと思って聞きました。次の方ですけど、大西渉さんが再逮捕されたんですけども、大西さんが、1回目に逮捕された後で除名されました。で、大西さんがですね、他に何をやっているかということは全然共産党さんは調べなかったんでしょうか。補佐はなかったんでしょうか。途中に除名した段階でもちろん調査をしていると思います。ただその時に分からなかったということだと思います。こういった性的な事件というのはですね、必ず単発じゃないんですよね。
私もいろいろと取材してますけど、必ず複数のがあるんですけども、調査が足りなかったんじゃないでしょうか、正直。その除名の段階での、調査は尽くしたと考えております。ただ、それが及ばなかったということだと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。小池さんの会見の時にちょっと聞き忘れてしまったんですけど、長崎新聞をめぐる処分の関係で、はいはい、対象となったのが長崎県委員会と赤旗はなんとなく分かったんですけど、もう一人党本部の方がいたと思うんですけど、どういう役割をやったから、これは私たち抗議については明らかに行き過ぎたものだというふうに考えました。そしてこれは抗議を撤回し謝罪するという対応を行いまして、長崎新聞社さんにもその旨をお伝えし了解をいただいたというのが経過です。で、この経過の中で私たちそういうまずい対応をやったと、中央委員会の方針とは違うねまずい対応をやったということで注意をしたわけでありますけれども、注意の対象としてはですね、党本部の担当者、そして赤旗の編集委員会、そして長崎県委員会に対して注意を行いました。担当者というのは別に具体的じゃなくて、こういう役割を果たしたから今回処分の対象になったっていう、これは現地から相談を受けてこういう方向でいきましょうねという相談を了としたわけですから、中央としての担当者にも責任があったと。まとめると現地 の長崎県委員会が、こういう抗議をしますよという報告を受けて相談をしてそういう報告を決めたわけですね、ですからそういう点では中央の責任もがあったということで、長崎県委員会 の問題ではないと、中央委員会もそういう担当者が関わっていたということです。きちんと正しました。本来ならその担当者はもっと上のというか、指導部の方々に相談をすべきだったというような注意したというのはそういう趣旨なんでしょうか。まずそういう抗議というやり方というのは明らかに行き過ぎた対応だったわけですね。で、私たち例えばこの場でも、あれこれの新聞の社説などについては反論いたしました。しかしその場でも言ったと思うんですが、言論の自由は断固として守ると、で言論には言論で対応するということも言ったと思います。ですからそういう抗議という、いわば組織的対応はやってこなかったですね。ですからそれが我々の方針であって、そういう点からしますと今回は行き過ぎた、明らかに行き過ぎた対応だったと。ですから担当者との関係で言えばきちんと相談するべきだったということも言えると思います。間違った対応をやったということと合わせて、やはり党内的な手続きでもきちんと相談をしてねやるべきだったというふうに私たちとしては教訓としております。はい、どうぞ。今の質問と関連してなんです、関連することは分かるんですけど、党首選出と安保政策をめぐる攻撃に応えるという、パンフレットを元として出版されると思うんですけど、その告知にはその大手メディアの反共キャンペーンに反論というようなことも述べたんですけども、これを出版する狙いやはりこれこの間ですね、この問題を通じて、共産党に対するバッシングがかなりやられてきました。ですから私たちとしては私たちの立場を広く理解していただこうということで、もうすでに発表したものでありますけれども、まとめてパンフレットにしたということです。話したその抗議というのはその組織的な対応になってしまうから、今回撤回したという話でしたけど、このそのパンフレット発行自体は組織的な対応ということにはならない。これはもう言論の対応ですよね。ですから言論の上でパンフレットの発行というのは言論の上での対応だと。組織的対応と私たち言ったのはその抗議ということでこう言ってですね、そういうやり方をするということを組織的対応として、これは明らかに過ぎだというふうに申しました。言論の対応はやりますよ。で、これは当然反論しなきゃならないことは反論するし、その反論については広く国民の皆さんに理解していただく努力はいたします。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。日経新聞の藤田です。はい、昨日除名処分となったガーシー元参院議員について
警視庁がまあ今日逮捕状を請求したんですけど、うん、まあ、あの一度も登院はしてないんですけど、昨日まで国会議員という立場にあった方がまあ今日逮捕状請求されるという事態になったことについて委員長のご紹介をお願いします。うん、これはあまりにも、許しがたい、行為をやったわけですよね。で、国会議員の一番の基本である国会の召集に応えて登院をすると基本中の基本を、一切やらなかった。そして促されても陳謝もしないという流れの中で、これは除名ということになりました。本当に許しがたいことだったと。そしてこの問題については旧 N 党自身も重い責任があるということも強く言いたいと思います。まあ、言えるのはそのところですかね。ですからこういうことをやはり繰り返さないということがとても国会にとっても大事になっているというふうに言いたいと思います。おそらく今質問は逮捕状が出たということに対する反応だと思うんですけど、うん、これは不逮捕特権がなくなったということでそういうことになったと思います。ですからそういう法の執行ということでやられたのではないかというふうに理解しています。逮捕状が出たことについて何かご所見がございますか。そういう犯罪の容疑があるわけですから、そういうことはその容疑に基づいて、そういう逮捕状がやられたというふうに理解しています。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。どうも。ありがとうございました。どうも。